中がスカスカです。こっちは中が入ってます。でも外見はほとんど変わらないですね。この状態が医学でいう骨の減少なんですね。皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条もたるです。肌の再生医療を20年間やってきました。その前はですね、熱傷治療のバイオ皮膚という研究者でした。いわゆる骨活、50代のたるみ老け顔を防止するために骨活をするみたいなことについてお話ししようと思います。結論から言うとですね、骨活やって、エイジングしたたるみ予防なんてならないですね。意味がないということになります。結構いろいろこうなところでですね、施術をする、骨活を施術をして骨をちっちゃくするとか、骨がちっちゃくなるのを防ぐとか、いろいろあるんですけども、私の、目線、私のバイアスがかかってるかもしれないですけども、体系的に医学を学んだものという、そういうようなバイアスのかかった目で見ると全て本当とは思えないですね。まず、50代のたるみ老け顔を防止する、そのためには骨活が必要なんだという、ロジックとしてですね、顔の骨が縮んでいく、顔の骨が縮んでいくと、皮膚が余ってたるんでくるというロジックなんですね。これは完全に嘘になります。例えば 1%、もしあったとして、この骨、頭蓋骨のこのぐらいのものが 1% 縮んだのであれば、皮膚がたるむことは起こり得ないですね。皮膚というのは非常にテンションがかかっていて、これ皮膚を切ったことがあるものってあんまりいないと思うんですけど、外科医だったら皮膚を切る機会があって、皮膚を切るとパーンってこうテンションがかかってますので、パツッと開きます。でどういうことかというと、よく貼られたテントをガッと切ったらバッて開きますよね。あれと同じで、皮膚というのはテンションがかかってますので、ある程度もう張られた状態で、テントがパンパンに張られたような状態です。これは年をとっても基本的にはその張り方が弱くなってきますけども、そういうような皮膚の状態なんですね。で多分ですね、中のものが、骨が、頭蓋骨が萎縮して皮膚がたるみが出るほどだとすると、 10% 以上の骨の萎縮がないと皮膚はたるんでこないと思います。でじゃあ 10% 縮むとするとですね、私180センチなんですけれども、骨が外側が 10% ちっちゃくなるとしたら、私の身長多分160センチになってます。それはありえんですね。もちろん年が取ると背が縮むっていうことは、これは医学的に確認されています。この主原因は椎間板ですね。27個の椎骨があるんですけども、それをクッションのように支えている座布団みたいなやつが、椎骨27個の間に全部27個のクッションが入っているんですけども、それが薄くなっていくことによって起こるというふうに考えられていると、それが事実なんですね。27個椎間があるので、その1個ずつが0.1 ミリずつ薄くなったとしても 2.7 センチ、だいたいそのぐらいですね。椎間板が 0.1 ミリぐらいずつ1個ずつ薄くなっていって、だいたい2センチぐらい、身長が低くなると言われてるんですけども、主の原因がそこです。骨がちっちゃくなって身長がちっちゃくなるのではないんですね。だいたい骨の、ちっちゃくなるのが 1%、 0.1% ちっちゃくなって、顔の皮膚がたるむかっていうと、たるみません。で、椎間板も 0.1 ミリぐらいですね、ちっちゃくなるだけですので、基本的に、顔の骨はちっちゃくならないですね。でその時にですね、どういうロジックかというと、いやいや違う違う違うんです、顔の骨だけが人体で特別で、顔の骨だけがちっちゃくなるんですというロジックらしいんですね。骨活をやって老け顔を防止する、なぜかというと、理論としてはですね、顔の骨、頭蓋骨がちっちゃくなるので、皮膚が余ってたるんでくるという理論なんですけども、そうすると全身の骨にそんなに 10% も縮むと、普通の人が180センチの人が160になる、160センチの人がもう140センチ台になる、そんなことを実際的に、経験的にも医学的にも全くありえない現象が起こる。じゃあどうなんですかと聞くとです、いやいや違うんです違うんです、顔の骨だけがちっちゃくなって、全身の骨、手は短くなりません、足も短くなりません、足の骨はそのまんまです、なんて、そんなわけわかんない理論で言ってくるんですね。これはありえないですね。顔の骨が縮むんだったら手足も短くなって叱るべきなんです。ただその矛盾点を指摘すると、いやいや顔の骨だけが
ちっちゃくなるんです。そんな話聞いたことはないので、もう嘘っぱちですね。だからもうあの強い口調で言います、老け顔というのは骨がちっちゃくなって、皮膚がたるんでくるというロジックは完全な嘘っぱちです。西洋医学でもどこにも出てきませんし、現実的な、感覚値としてそれはありえないというものも理解できると思います。まあ顔の骨だけが縮んで手足は縮まないっていうのもおかしな話だと思います。その辺はもう感覚的に理解してもらってもいいと思います。皆さんその年を取ってきて手足が短くなった話っていうのは聞かないと思います。まあこれと同じように顔の骨もちっちゃくなりません。ただしこれが悩ましいのが骨の減少って正しいんですね。骨がちっちゃくなる、そうなんです、ちっちゃくなるんです。医学ではこれは医学体系的な医学で習います。骨がどん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 失われていってちっちゃくなるという現象は失われます。これはオステオポローシスというような、ひどい失われ方をするとオステオポローシスという骨粗鬆症ですね、病名がつきます。じゃあ骨って縮んでんじゃん、そりゃそうです。でも顔の骨とか手足の骨って短くなんないの、なんないの。そうするとみんな混乱すると思うんですけども、このペットボトル見てもらえると分かるんですけど、これ飲み切っちゃった私の、ペットボトルです。中がスカスカです。こっちは中が入ってます。でも外見はほとんど変わらないですね。この状態が医学でいう骨の減少なんですね。中身骨密度が減っていく、だけれども外観の形態は変わらない、これが医学の常識です。だから骨が減少していく、骨がスカスカになっていく、骨がちっちゃくなっていく、ただしこれを予防しましょう。そうしないと、大体こう転んだだけで骨が折れちゃうとか、骨が、丈夫に、機能しないということが起こるんですね。そのためにですね、オステオカルシンという骨を作る、ホルモンを、分泌させるために軽度な運動をしましょうとか、筋肉骨に刺激を与えましょうっていう、まあそういうことは正しいですね。それから食事もですね、必須アミノ酸タンパク質を多く取りましょうとか、ビタミン D を取りましょうとか、骨活そのもの自体は丸です。ですけれども老化用願望のために骨活をしましょうは全然罰なんですね。これはどうして起こってるかというと、骨は減少するっていうことを微妙にすり替えてるんですね。骨が減少するっていうことは医学的な事実ですので、どのようなドクターに聞いてたとしても骨が減少しますよね。減少する、する、オステオポローシスっていう病態あるからね、そうそう、なので骨活は必要ですよね、絶対してねっていうことは医学的に言います。それを履き違えて形態が、みんなはですね、これがこれになると勘違いしてるんですけども、そんなことは絶対起こらないです。もしそんなことが起こるのであれば、お年寄りの私の手足が20代に比べて短くなってるんですけど、そんなことはありません。足も全然短くなってないです。で、顔もちっちゃくはなってないです。ただ骨密度は低下しているのは確かです。まあ、今回はですね、医学的な話をいいようにすり替えているみたいな、いいように、まあ、意図的にすり替えているのが誤解しているのかちょっとよくわからないんですけども、そういうような話をしてみました。だから50代のたるみ、老け顔を防止する骨活というものは存在しないです。ただし骨活は絶対にやった方がいいですということになります。同じような話、以前のも動画でお話したんですけれども、表情筋トレーニングっていうのがあって、これは医学用語では正しいです。表情筋を正しいトレーニングする、それから、言語療法、まあという療法も医学用語ではあります。ただこれはですね、心列口外列といって、通常の発する言語の共鳴機構が奇形によってちょっとずれている場合に、表情筋を使うことによって、言語の発声を作ったりとか、表情筋をトレーニングすることによって通常の笑うとか怒るとか、そういう仕草を学ぶようなトレーニングというのはあります。医学用語であります。ただこれをアンチエイジング予防のために表情筋トレーニングやってるとは全く別です。それから骨粗鬆症によって、大腿骨、頸部骨折とかですね、 QOL が下がってしまう、骨折して四肢の骨が折れて QOL が下がって、寝たきりになってしまう、そういうような状態を予防するために骨活というものがありますけれども、アンチエイジングのため、顔のたるみのための骨活は存在しませんので、この辺はですね、よく言葉の定義を、考えた方がいいと思います。
骨滑の言葉の定義というのは大腿骨骨折とかですね、主要な骨が折れてしまって QOL が低下するのを予防するための骨滑です。表情筋トレーニングというものも共鳴機能が正常に発達しなかった人たちのための表情筋トレーニングです。決してアンチエイジングのため、エイジングフェイスの予防のためのものではないですね。その辺のことを履き違えて、まあ皆さんね、普通に考えれば分かるんで、顔の骨だけがちっちゃくなっていって手足の骨はちっちゃくなんないっていうのはおかしな話ですので、その辺もちょっと理性的に考えてみる方がいいのかなと思います。ただこれは全部私が西洋医学という医学を体系的に学んだものから見る視点です。もしかしたらマッサージしていくうちに骨がでっかくなったりちっちゃくなったり、そういうことができるのかもしれないですね。もしよかったら、高評価の方、バッドボタンでもいいです、評価の方をよろしくお願いいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。真実は中身がなくなってこうなることで、外側は変わってないんですけども、これがこうなってしまう、顔の骨がこうなってしまうと思うんでしょうね。だからここの周りについてたもの、例えばこれ今ここについててピタッとくっついてましたけれども、これをここに巻こうとするとタルタルでしょってこういう話ですよね。いや、そうでも僕もなんかちょっと信じてた、なんかありそうと思っちゃいました、これタルタルになるでしょ、これが萎縮してるからって、こういう話だよね。ありえない。